スノーマン目黒蓮、新 CM で二人の子供と触れ合い、元気をもらいました。撮影の合間にはじゃんけんや内緒話も。目黒蓮、スノーマンが起用された後世の新 CM、みんなの敏感肌ケア編、15秒のオンエアが8月17日、木曜日より、全国で開始される。新 CM では、お肌カサカサになっちゃう人、と、目黒が問いかけると、はーい、と手を挙げる子供たち。次に、お肌敏感な人、と子供たちが問いかけ、今度は目黒が、はーい、と手を挙げる。そして、みんな一緒に潤った肌に手を当てて、そのしっとりとした心地よさにうっとりと目をつぶり、心も晴れやかに子供たちとの楽しいひとときを過ごす目黒が、いい肌になろう、と、優しく微笑を見かける、というストーリーが書かれる。新 CM で目黒と共演したのは石塚奈々子さんと七瀬るとさんの二人。撮影の合間も、二人が通う小学校や幼稚園の話をしたり、じゃんけんをしたり、目黒も二人との触れ合いに笑顔が絶えない様子。